八海、バルト海運河。八海、バルト海運河。八海,バル,ト海,運河八海バルト海運河。略称、ベロモルカナルは、1933年8月2日に完成した、ロシアの運河である。八海とサンクトペテルブルク近くのバルト海を結んでいる。1961年まで、運河の名前は、スターリン、八海、バルト海運河であった。 建設中に1933人が亡くなったとされ、推計によってはこれよりかなり多い犠牲者数としているものがある。運河は部分的にはブイグ川などのいくつかの運河化された河川を通り、またオネガ湖とビゴゼロ湖の二つの湖を通る。全長は 227km である。2008年現在、運河の交通量はかなり少なく、 ついたちじから四十隻ほどのボートを通しているだけである。オネガ湖からは、スビリ川、ラドガ湖、ネバ川を経て、バルト海のサンクトペテルブルクへ達する。また、ラドガ湖からは、ボルガバルト水路へもつながっている。運河の全長は227キロメートルで、そのうち48キロメートルが人工的に建設された部分である。運河の流れの向きは、 オネガ湖から八海へ向けて下っている。最大高低差は八海から分水嶺までの102メートルである。運河はメドベジェゴルスク近郊のオネガ湖のポベネツ湾に面したポベネツを形成している。この講門群が、運河の南側の斜面となっている。運河の頂点にある水路は第七講門と第八講門の間にあって全長22キロメートルである。 北側の斜面には十二の拷門があり、第8拷門から第19拷門と番号が振られている。北側斜面の経路は五つの大きな湖を通っており、第8拷門と第9拷門の間のマトコゼロ湖、第9拷門と第10門の間のビゴゼロ湖、第10門と第11拷門の間のパラゴルカ湖、第11拷門と第12拷門の間のボイツコエ湖、 第十三公門と第十四公門の間の的小ニ谷湖がある。運河は八海のソロカ湾にベロモルスクで注ぐ。ポボネツ、セゲジャ、ソスノベツ、ベロモルスクが運河に沿って存在する町である。公門の最小寸法は全長135メートル、全幅14.3メートルである。また水路は幅36メートル、深さ4メートルで、 曲線半径は500メートルである。人工水路の部分では全域で時速8キロメートル4.3ノットに制限されている。視界が1キロメートル以下の場合、航行は停止される。2008年から2010年までの航海シーズンには、公門の運営は5月20日から10月15日、または30日までで、毎年148日から163日ほどの 運用となっている。1000トン程度の小型船舶しか通過できない、凍結する、冬季間は運用はできないという制限はあるものの、北極海側から直接潜水艦などの軍艦を迂回させることができるという、軍事的に重要な位置づけを有している。運河の通行量は1985年にピークとなり、730万トンの貨物が運河で輸送された。 その後1990年までの5年間は貨物量は高い水準を保ったがその後減少した21世紀初めには次第に貨物量は増加し始めたが1985年のピークに比べれば低い水準に止まり2001年には283,400トン2002年には314,600トンである運河により ロシアの工業地域から重い貨物やバラ積み未貨物を八海へ輸送して、そこから海を行く船舶に積み替えて、シベリア北部の港へ輸送できるようになった。2007年の夏、シベリアにあるロスネフチのバンコーリ油田向けの大きな部品が、丘川のジェルジンスクからアムール1516に乗せられて出荷され、ボルガバルト水路と八海、バルト海運河を通ってアルハンゲリスクへ達し、 そこから海洋用船舶のカピタンダニルキンに乗せられて、エニセイ川沿いのドゥディンカで運ばれた。ウ河ンガは、ボルガ川流域の製油所で生産された石油製品を、ムルマンスク州の消費者や海外へ輸出するために用いられている。ロシアのボルゴタンカー車により八海のカンダラク車へ燃料油を輸送した1970年8月から、このルート用いられるようになった。 長年の中断の後、ボルゴタンカー社は、運河ルートの使用2003年に再開した。会社では2003年にこの運河で80万トンの燃料輸送を計画しており、2004年には150万トンに増やす計画となっていた。燃料は、ボルゴタンカー社の河川用タンカーから、ラトビアの海洋用タンカーへ、オネガの港の3 6トル北東のオネガ、湾内のお新木島そばにある、 二重式の中継ステーションで積み替えられている。積み替え作業は2003年6月24日に始められた。しかし2003年9月1日に、ボルゴタンカー社のネフテルドボズ 57M とラトビアのゾジャイが、積み替え中に低速で衝突事故を起こし、ネフテルドボズの船体に亀裂が入って、石油の流出を起こした。石油の流出量に関しては、 様々な推定がなされたが、最終的には45トンとされ、そのうち9トンのみが回収された。ボルゴタイカー社は流出を抑えることに失敗し、あるいは適切に能力のある当局と協力しなかったとされ、結果としてアルハンゲリスク州当局は22万トンの燃料が輸出された時点で積み替え作業を停止させることになった。会社は罰金を課され、以後の作業は許可されていない。 ソビエト連邦政府は運河を第一次5カ年計画の成功の一例として示していた。建設は予定よりも4ヶ月早く完成した。運河全体は1931年から1933年までの20ヶ月間でほぼ全て人力により建設された。運河はソビエト連邦において強制労働で建設された最初の主なプロジェクトである。 収容所の監視が建設に関与し、10万人と推定される収容者を労働力として供給した。強制収容所での作業は通常非公開であったが、八海、バルト海運河での作業は運河を作っているだけではなくその作業を通じて自分たちを再教育しているものと考えられたため例外であった。ロシア語で再教育のことをペレコブ化という、 ソビエト連邦政府は、このプロジェクトをグラグの強制労働の効率性の証拠としていた。強制労働により、階級の敵、政治犯を再教育するとされ、労働環境は非常に残酷なものであった。マクシム・ゴーリキー、アレクセイ・ニコライビッチ、トルストイ、ビクトル・シクロフスキー、ミハイル・ゾウシチェンコなど、プロジェクトを称賛する作品を書いた人物を含め、ロシアの作家や、 芸術家が運河の建設現場を訪れたが、注意深く最も残酷な部分が隠されていた。しかし、シクロフスキーは彼自身で運河を訪れており、ゴーリキーにより組織されたソビエト作家同盟を通じて訪問したわけではないことに注意しなければならない。同様に、ゴーリキー本人も同盟を通じて訪問したのではなく、自分で訪問を計画した。 ゴーリキーはこの前の1929年にソロベツキー諸島の強制収容所を訪問して、このことについてソビエトの雑誌に我々の異名として書いている。これに加えて、これらプロジェクトを取材したすべての作家が残酷さや収容所の実際の生活状況について気づいていなかったというのは疑わしい。実際のところ、調賛する作品を書いたうちの一人、セルゲイ・アリモフは、 かつて運河の建設に関わる強制収容所の囚人だったことがあり、そこで収容所の新聞であるペレコブカ、再教育の編集者をしていた。同様にアレクサンドル・アブレーンコの旅行記録には現地の監督をしていたセミオン・フィリンやミルスキーとの少なくとも工事現場の実態について気づいていた作家がいるということを明らかにする会話が残されている。 運河は、ソビエトの紙巻きタバコのブランド、ベロモルカナルとして記念されている。建設に際して、命を落とした収容者を記念するモニュメントがポベネツに、あり、同様のものが、運河の八海への出口に近いベロモルスクにもある。ニコライ・ポゴディンによる運河に関する喜劇もある。運河の記憶はロシア語の中にも保存されている。受刑者を表すゼカ、ゼック、ゼット。 K 刑という言葉である。ロシア語では、受刑者、投獄されたという意味の言葉はという言葉で、これは、投獄された、運河戦士という意味である。後の言葉は、赤軍の一員を意味するという言葉や、労働赤軍の策と考えられるこの時期の歴史書では、以下のように述べている。1932年に、アナスタスミコヤンが、八海、バルト海運河建設現場を訪れた際、 コーガンが彼に、うしミコヤン、彼らを何と呼べばいいでしょう私はという言葉を考えたのですが、どう思われますかこれにミコヤンは賛同している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。